武器19、マックスですね。盾20、弓もマックスの14ということで、完全にマックスにできました。ウェシャムチャーゼルダで人生に彩りをイカ坊主です。ということで本日もゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムをやっていくんですけれども、コログの実増殖、超お手軽ポーチマックスバグ。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムでは、広い広いオープンワールドに1000個ものコログの実が隠されています。このコログの実を使って武器や盾の持つ数を増やすことができるんですけれども、マックスまでポーチを拡張するためには最低421個も集めなければならず、2周目以降ではかなりめんどくさいです。しかし、今回発見されたバグを使えば、コログの実を増殖させ、簡単に少ない数でポーチをマックスにできるようになりました。ということで、早速本編、行ってみよう。ということで、ゲーム画面のイカ坊主くんです。ついにね、コログの実関連のバグが発見されたらしいんで、今回はそれを試していこうと思います。バグ自体は田畑さんという検証班の方が発見して、EM さんという方が複雑な手順をね、簡単にする方法を発見されたみたいです。素晴らしいグリッチを見つけてくださり、本当にありがとうございます。で、今回のバグの概要なんですけれども、本来ね、このボックリンがポーチを拡張してくれるんですけれども、その際に、コログの実をね、要求されていって、その必要コログ数が1個、2個、4個とね、どんどん増えていき、最終的に45個も要求されます。とんでもない数をね、支払わないとポーチの数を1個拡張することができないんですけれども、今回行っていくバグを使えば、すべてのポーチ枠をたった1個の実でね、増やせるようになります。で、前提条件としてエピソードチャレンジのコッコ様の言う通りと、あとマイスイートプリンセスをクリアしてないことが前提条件になりますので、どちらもペン関連のチャレンジなんで、すでにクリアしてる人も多いと思います。なので、2周目以降ポーチ増やすときに便利なグリッチとして活用するのがいいんじゃないかなと思います。ってことで、準備するものなんですが、絶対に必要なものが台車か、まあ、ソリとか浮遊台とか、こういうね、平べったいゾナウギアと、あとね、杭を用意しておいてください。まあそれぐらいかな、準備するものは。で、あとコログの実がね、最低1つはいるんですけれども、35個あれば全てのポーチをマックスにすることができるんで、全部のポーチを増やしたい人は35個コログの実を集めましょう。で、現在このデータはポーチを全く拡張していないデータなんで、ちょっとね、バグを試しながらポーチをマックスにしていきましょう。つうことで、まずですね、最初に、この36の馬宿に行きます。36の馬宿に飛びまして、あ、よいこらせ。岸の名の祠が最寄りなんで、こっからね、36の馬宿に飛んでいきまして、で、ペーンがね、いると思いますので、ペーンに話しかけて、ミニチャレンジを発注していきます。こんにちは。よー、ワイボー。ね、ペーンがね、いるんだが、話しかけることによって、エピソードチャレンジをね、発注できるんで、適当に合図を打ちながら話を聞いて、エピチャレを発注すると。で、話すことができましたら、今度は、ここの右上のね、ミナッカル馬宿に行きます。なんで、最寄りの、マヤチデギナの祠に飛びましょう。めちゃくちゃ言いづらいね。マヤチデギナ。はい、到着しました。さあ、到着しましたら、さっきと同じようにね、馬宿に行きまして、ここの木の近くにまたペーンがいると思うんで、ペーンに話しかけると、こんにゃーす。にゃおで、適当に、うん、うんってうなずいといて、まあ、話は適当で OK です。適当に聞いといて、コッコ様の言う通りのエピソードチャレンジがね、発注されるんで、またね、あそこの木にね、そのコッコがいるんで、そこまで行きます。行くぜー。さあ、着きましたらば、このコッコに話しかけまして、信者がね、順番待ちしてるんで、だこいつがどっか行ったらコッコに話しかけると。そうすると、このコッコが普通に話しかけてくるんで、試練をね、受けます。で、この第一の試練、これをね、普通にクリアしていきます。馬宿の頭の上に乗ればいいんで、サクッとやっていきましょう。レディゴー。まあ、適当にロケットつけて飛んでいけばいいんで、よいしょと。サクッとクリアしまして、で、これで、この次の試練を受けません。心の準備ができてないよっていうことで、1個目の試練だけをクリアしておきます。はい、これ大事です。はい、そうしましたら、マップに戻りまして、今度はですね、ここの36のマクツに行きたいんで、ここの最寄り祠である、まあ、さっき言ったね、岸の名の祠にまた戻ります。はい、戻りまして、で、こっから、36のマクツに行きます。ちょっと前に出まして、こっち側ですね。歩いて行ってもいいんですけれども、適当にエアロバイクでも作って、サクッと飛んでいきましょう。によ。行くぜ！逆逆逆。これね、扇風機逆につけがち。これもティアキンあるあるにしていいな。ティアキンあるある動画作れそうですね。よし、気を取り直して、サクッと行こう。
さあ、あそこですね。この山麓の幕津に着きましたらば、こっからちょっと難しいんですけれども、ここにね、二人の男が幕津の入り口で立ってます。で、ここに入ろうとすると、なんか喋りかけられて、で、ここに突撃するかしないかみたいな話をね、問われるんで、これ挑戦するを押すとね、このチャレンジが始まっちゃうんで、ここは一旦スルーしまして、このマイスイートプリンセスのこのイベントを悪用して、今回コルグの実を増やせるみたいですね。ということで、まずここで、台車を二つ出しまして、二つ出せたら、これをね普通に並列につなげて、で杭を出しまして、これをね普通に真ん中にこんな感じでくっつけます。でこういう構造物を作ったらば、この杭を地面にぶっ刺してこんな感じでね配置していきます。でこの時のポイントなんですけれども、これ何をしているのかというと、ここね、この男たちとこの構造物の間に隙間があると思うんですけど、この隙間に入ることによってイベントをキャンセルした時に洞窟から出るのを引っかからせたいわけなんですよね。なのでこの配置っていうのが結構ね大事で、高さ的にはこの左側の刺さってる骨があるんですけれども、この骨ぐらいの高さにして、でこの男たちにぴったりくっつけるんじゃなくて、リンクが入る隙間を作りたいんで、ちょっとね後ろに下げていきましょう。でこれあんまりにも下げすぎるとうまくいかないんで、ちょうどリンク一人分が入れるかなぐらいの隙間を開けると、うん、これぐらいだったら多分大丈夫だと思います。開けれましたらこの上に行きまして、よいしょ、よいしょ。でここからパラセールを開きながらね、あの台車と男たちの間に入っていきます。はい、飛びまして、ここからまあ後ろにぐーんと入って、オッケー。これで台車の上に乗らずにね、こんな感じで男たちと台車の間に着地できれば成功です。はい、こんな感じでね、台車の上に乗っちゃうと失敗なんで、これはね、もう一回やり直しましょう。台車の上に乗っちゃうと、普通にね、リンク、この上の台車登っちゃうんで、こうなると、イベントが開始する位置でね、動けなくなっちゃうんで、これ失敗です。で、このまま適当に喋りまして、で、このイベントを、あ、間違えた。挑戦するしちゃった。挑戦せずにやっぱりやめたと。はい、挑戦しませんよと。はい、そうしてこんな感じで詰まります。リンクを詰まらせることによって、今ね、本来はイベントが始まる位置でも動けるようなね、状態になってます。そしたら、この状態で、この台車の上に乗りまして、こっからね、すべての工程を一切地面をつかずにね、行っていきます。なんでちょっと難しいんですけれども、この状態で地面につかないように、最初に話しかけたコッコの位置までね、戻っていきます。なんで、適当にエアロバイクとか作って、これに乗ってね、サクッといっちゃいましょう。で別に地面に足をつかなければ何でもいいんで、どのような方法でコッコの元に行ってもいいです。ただまあさすがにエアロバイクで行くのが一番いいかなということで、このままね、さっきのこのミナッカレ馬宿の北側、この辺かな、この辺に向かっていきます。方角的にはデスマウンテンのちょっとね右側を目指す感じで飛んでいけばちょうど行けるんで、その感じで行きましょう。さあ、あそこの木ですね。あそこに一本立ってる赤い木があるんで、あそこに向かっていくと。さあ、木の上に行ったら、こっからもうずっと足をついちゃいけないんで、上からね、足場を作ります。で、コッコに話しかけないといけないんで、できるだけコッコの近くに足場を作るんですが、とりあえずこの辺で降りまして、よいしょ。まあ、どんな方法でもいいんやけど、適当に浮遊台とかをね、上からばらまくと、よいしょ。いい感じの足場ができるんで、こんな感じで地面につかないように着地して、でまあ足場をねコッコの近くにこうやって置いておくと。でこの時点でスクラビルドで縦にねロケットをつけておきましょう。はい。であと弓もね装備しておきましょう。この後ちょっと使うんで弓を適当に装備しておいて、この状態でねまたコッコに話しかけます。地面に落ちないように、あぶねえ。こんにちは。はい、一回目はね、この信者が話しかけてくるんで、二回目話しかけて、で、二個目の試練をね、開始していきます。で、次の試練は、丸太をね、運んでくる試練なんですが、ちょっと右側に井戸があると思うんですけど、あの井戸に足をつかずに入っていきます。で、制限時間が1分ぐらいなんで、その1分でやらないといけないんで、結構急ぎ目でね、やっていきます。ってことで、開始しましたらば、とりあえずロケットで上に飛んでいきます。で、このまま、こっち側の井戸に向かっていきます。はい、この木のね下に井戸があるんで、さっきと同じようにまた上から浮遊台をバラバラと振らして、でまあこれに適当に着地していくと。でこれ別にこんな感じで適当にやらなくてもちゃんとね弓とかで置いてもいいんで、とにかく足場を作りますよと。でこっからこの井戸に足をつかずに入ってきます。今一瞬ついたんですが、これ大丈夫です。はい。で、ここの横のね、水に入るんですけれども、入る前に、できるだけ、スタミナをね、減らしておきます。で、スタミナをちょっと減らせましたら、こっからですね、スタミナを減らしていきます。ただ、制限時間がね、ありますので、制限時間内に、すべてのスタミナを減らしきります。で、この時に、気をつけたいのが、とにかく、地面に足をつかないこと。で、これ、こっち側に泳いじゃうと、浅瀬なんで、普通に、スッと立っちゃうんで、この深いところでね、往復しながら、スタミナをゼロにしていきます。で、さっき、一瞬ね、井戸の上で、立
っちゃったと思うんですけど、あそこの縁はね、リスポーンしないんで大丈夫です。さあ、スタミナをゼロにできましたら、これによって一度も足をついてないんで、最初のね、マイスイートプリンセスのマクツの前に飛ぶはずです。さあ、飛んでくれ。飛びましたね。オッケー。そうすると、コッコのイベントが始まっているにもかかわらず、二重でね、マクツイベントを始めることができます。ってことで、今度は、このイベントをしっかりとね、挑戦していきます。なので、B ボタンで飛ばしてしまわないように、挑戦すると。はい。これでね、マイスイートプリンセスのこのイベントを始めます。さあ、始まりましたら、このまま何もせずに、上のね、コッコのイベントが同時で進んでると思うんですけれども、タイムアップになります。現在これね、アイテムをすべて没収されている状態なんですけれども、これで上に二重で発注されているコッコのイベントが終了になりまして、ここでですね、イベントをもう一回受けずに休みます。要するに断ります。はい。そうしますと、このマイスイートプリンセスが始まっているにもかかわらず、マップでね、ワープすることができます。そしたら、これで、ボックリンがいる場所に行きます。今回ね、俺のデータでは、ホログの森にいるんですけれども、監視トリデとかね、あと別の場所にいるパターンもありますので、それぞれ、ボックリンがいる場所に行きましょう。ってことで、飛んでいきます。さあ、飛んできましたらば、ボクリーンがいると思うんで、ボクリーンにポーチをね、拡張してもらっていきます。で、じゃあまあとりあえず武器ポーチ増やすか。で、最初の1個なんで、1個だけ要求されると思うんですけれども、ダンスを適当に飛ばして、パーン。さあ、これでね、ポーチが1個増えました。ここまではね、普通なんですけれども、じゃあもう一回武器ポーチをね、拡張してもらいましょうということで、本来であれば2個要求されるはずです。ということで、拡張しようとすると、なんと1個しか要求されません。はい、どうぞ。さあ、飛ばしまして。で、これでポーチが増えると。で、これね、1個しか増えてないじゃんって思うかもしれませんが、実はこれ裏でね、ちゃんと増えてます。さっきもこの部分がね、増えた演出だったんですけれども、バグを解くとね、ちゃんと増えてるんで安心してください。ってことで、この調子でどん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 ね、増やしていきます。武器ポーチ。さあ、3回目も1個と。増やしまして。で、このままどんどん増やしていくと、無限にね、1個で増やしちゃうんですけれども、武器ポーチはマックス19しか増やせないんで、そこでね、ちゃんと計算しながら増やすのをやめます。じゃないと無駄になっちゃうんで、武器ポーチは10個までですね。なんで10回増やしたら、次の盾とかね、弓に変更していきます。なんで上のホログの実を見つつ、ここでは確認できないんで、ちゃんと計算しながらね、増やしていきますよと。で、もう一個注意点なんですけれども、武器ポーチに至っては、マスターソードを取ることで、強制的にね、枠が一つ増えるんですけれども、このバグで、11個ポーチを増やしてしまうと、マスターソードを取った時にバグっちゃうんで、そこはね、気をつけてください。なんで武器ポーチに至っては、必ず10回増やしたらそこで止めましょう。これちょっとね、注意点ですね。で、マスターソードをすでに取ってる場合は、気にしなくていいです。なんでその要領で武器10、盾16、弓9回増やすことによって全てのポーチをねマックスにすることができます。ということでちょっとやっていきましょう。レッツ増やしタイム。ポーチを増やしてる間に宣伝タイム。2024年7月27日にイカ坊主に会える100人規模の大型イベント開催決定。夏休みにお母さんとお父さんと一緒にイカ坊主に会いに来よう。もちろん一人で来ても楽しませるぞ。イベント内容はサイン会に限定グッズ販売、生ゲーム実況などなど。イカ坊主にゲームで勝てば豪華プレゼントも。詳しくは概要欄をチェック。会場を満員にしたい件絶対遊びに来てくれー。さあ、ラストですね。縦ポーチ。これでちょうど、マックスまで増やせてるはず。ちょっと現時点ではね、見えてないんで、うまくいってるかどうか、怖いんですけれども。とりあえず、計算上全部増やしましたら、この状態で、今ね、すべての装備を取り上げられてる状態なんで、このバグを解除するために、もう一回ね、マイスイートプリンセスの場所。まあ、つまりここですね。三霊のマクツ。ここに向かっていきます。ってことで、最寄りの騎士の名の祠に行きまして、で、これわざわざね、最初の洞窟に戻らなくても身ぐるみ剥がされる系の祠に入って出てきてもバグは解除されます。今回はね、元の洞窟に戻っていきましょう。で、今リンクの身ぐるみは剥がされているんで、ゾナニウムもね持っていないことになってるんで、ゾナウギアを作ろうと思っても使えません。なんで徒歩でね頑張って帰っていきましょう。さあね、このバグやるのは初めてなんですけれども、うまくいってたら全部のポーチがマックスになっているはずなんだが、とりあえず洞窟まで全速力で走っていこう。さあ、もうすぐ洞窟が見えてくるが、この辺りに来ると、NPC がね、読み込まれて強制的に戻されるはずなんだが、あ、戻されましたね。おい、君、
洞窟はそっちじゃないよっちゅうことで強制的に戻されまして、でまあまた中に入ると。でここでですね、話しかけて今回はねやめておくを選択します。さあこれで全てのアイテムを返してくれるんで OK。さあこれでバグが成功していると全てのポーチの拡張が済んでいるはずなんだが、ポーチを見てみるとどうだ、武器19、これはマックスですね。まだねこのデータは本マッスを手に入れてないんで、とりあえず武器はマックスになっていると。そして盾20、完全にマックスですね。さらにさらに弓もマックスの14ということで、完全にマックスにできました。成功してますね。やったぜ。ということで、今回はコログの実一つを増殖して、ポーチをね、超簡単にマックスにする方法を試してみる動画でした。いや、これはね、本当に2週目以降、めちゃくちゃ使えるグリッチだと思うけん、ぜひね、皆さんも試してみてください。ということで、このチャンネルではこんな感じで、ゼルダの伝説に関するコンテンツをたくさん投稿しておりますので、ここまで見てくださった方は、チャンネル登録、高評価ボタン、ポチッよろしくお願いします。スーパーサンクスもいただけると、モチベーション爆上がりオブザピーポーですので、よろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあの。